ははいこんにち勝馬大学物館です。さあ今日1月31日ランキングガチャスタートということで100列チャレンジもスタートしております。えっ、ー、と規定のね点成績を持っていることによって無料でもらえます。はい、おいいね84個。いつもね 80%以上の獲得を目指しておりますので今のは100個最大で獲得できる中84%でしたねさあ次210個あ二200個2百個二1 0個だったら嬉しいということでおいいね200個めちゃめちゃいい今んとこはい次600個なんで68480個500個 うわすごいほぼ600個じゃん582とかやばさあ800個以上でもこんな小さいところで最大獲得しない人大きいところで最大獲得してほしいんですよねああまあまあまあ76.5%まあまあ次1600個以上ここ大事よこの後まあでもいい感じで来てるからな おしナイス1550なかなか今日いいですね次3000なんで2400個以上うわ少ねい。これは少ない66%ぐらいってことか63%とかか少ないねーさあ4000個もし

これは <laughs> これはひどすぎるわ <laughs> まあいいでしょうということで全部で1万4,000ぐらい増えたかなはいということで今回のランキングガチャは「週」ということで「未来へ託す瞳」ということで「明日へ」って読むのかな「未来へ」かな「重慶ひょう半巨大霊白木水鳥と「銃座」が出てきます他に。 0.75%のうち0.25%で新剣士の集が出てきますので全然出ませんえ時間は今9時九時15分ぐらい朝のさあ無料分の乱ガチャ券うわ緑ばっかりちょっとひどいですねで今回のこの剣士なんですけどもあんまりねいらない んじゃなないかなと思ってるんですよねあーでもすごいいい7,000ポイントめっちゃいいわ150の7,000ポイントはめっちゃいいなこの連席セットこれいいねクラスアップいくつまでいくんだろうけどえ50個ももらえるんだめっちゃいいじゃん 内容がいいでですねでトップにいけばランキング報酬もらえますので、まあ、弱くはないと思うんですけど体タイプで一応ちょっと見てみますか体タイプでえっと登場時自身を除く前列の味方剣士にその半分を付与するということでダメージ軽減が上昇するそうですね必殺ダメージ軽減で 障壁を獲得し魔氷結封必殺封印は無効化陶器現象も無効化一旦の間ね踏みとどまりを獲得まあ結構バフがね強いというか自身はカバーを2段階獲得するということでただこの今のメンバー編成僕の編成の中で変えるとしたらリマーぐらいしかいないんですよねもうこの。 キャラとと多分変えるししたら,だらどうしようよよかななって感じなんですよね結構ねこの今の編成がすごく強くて連機投座でもあの10万以上離れてる相手とかでも意外とこの多分テラフォースさんとかだと俺の方が減速が早いんでちょっと勝てると思うんですけど10万ぐらい離れてても平気で勝っちゃう負けたりして。ゴー負けた でもたまに勝てるんですよねまあでも習ちゃんちょっと手に入れますかやっていきましょうただねあれなんですよね今アップデート記念ミッションってのがあってそれでこの放物庫100回購入ってのがあるんですよねあと4日で。 100回購入って結構きついんですよね。鍵取っとけばよかったーって感じなんですけど、取っといても44回。毎日3個ぐらいは多分手に入るので、基本的に平均的にね。2、3個手に入るので、無料分も入れて。なんで、この、これが欲しいんですよね。彫具。まだ1個も僕手に入れてないので、彫刻がね、彫像か 彫像がねこれこっから先行けないのとこっちもね開放できてないんですよねなのでちょっとランガチャには使いたくないというかまあどっちの方が大事って感じになっちゃうんですけどもいやーアイテムの出が悪い紫が全然出ないし宝珠あっと来た 白い髪の毛でめっちゃ似てるーやめてー初めて見ためっちゃかっこいいやめてよレイほんとにめ今ので出てたら超嬉しかったのにうわ0.75%無駄に引いた0.75%というかレイは0.1%だからねすごくない もうだってこれあっと、早いだ来たあー、ハーン兄弟だ、なんだ。今ちょっと長かったよね、白い画面がね。めっちゃ出るやん。なんでまた0.1%引くかね。そこ0.25引けよ。初の星4引いてくれてもいいけどね、いきなり。 いやー行っちゃうよこれ天井いっちゃうよこれ結局北斗の剣北斗が五くの剣士郎のガチャはランガチャは6位でフィニッシュでしたねまあまあ C56 位は全部一緒なので123がちょっと飛び抜けてたんでねあっはあすごい出るねえ 何やってんのマジでなんでそんなレイばっか出んのマジやめて <noise> あまたレイじゃないこれあジュ獣ちゃん重系おじいちゃんなんそんなコンプしなくていいから他のキャラクターマジでおじいちゃん もうそんなマジでやめててかアイテムの出が緑ばっかで嫌なんだけど結構次来そう無理だった気象ばっかりだ天井かなこれはもう今回しちゃったってことは天井だね 回し始めちゃったと,と、ね、7,000までいきますもうそしたら6 7 4十2 4 2 0 0 0も減んのかちょっと減りすぎだなそれは無料分丸々12,000増やしたから丸々今いくつ ?3100 まだ3100なの長っ レイと重慶おじいちゃん、七政解放できないか。ハーン兄弟と、レイどこだいたできねえんだ。全然足りねえや。足りねえ。全く持って足りないっすね。今、13位まで来ちゃったよ。3100。 意外と回してないねみんなまあこれでクソ弱かったらちょっと泣いちゃうけどな10ドルはね結構貯めたから2億ぐらいあるんだけどだから一気に強くはできるんだけどあっ来たけどあシューじゃん出た うわあすげえババ出た1万点めっちゃ強じゃねえかーーお前出ましたけども3610微妙 <laughs> 微妙マジで超微妙なんだけどいやめっちゃ悩むこれ超悩むな 点成績が今4万2,000だから結構残ってるっちゃ残ってるよね。ただ5,000までいけば78は獲得できるのでまああと15回だから、ま、やってもいいよねもうさすがに。で5,000いければ多分ランキング報酬ももらえるのでここはやっとかないとダメですねもうここまで来たら。 ちょっと中途半端な息で出ちゃいましたねしゅうちゃんいいね宝珠もうケンシロウの装備宝珠マックスにしちゃったから覚醒全部星5にしたのでいやでもほんと悩ましいとこだよね2,000ってことは1万2,000か 1万2000点成績使ってかけらが150個多いよなそんな他のイベントで1万一万2000使っても150個かけらもらえないもんね多分ちょっと待って計算しよう これで考えたら20箱,20箱でも全然もらえないもんねやっぱやった方がいいってことかやった方がいいってことになっちゃいますねこうなると回しきっちゃった方がいいって。 もうほんと剣士がさ出過ぎだよねちょっとさああっ知らぬ間に5200いっちゃったオーバーしてしまいましたねこれで78だから2個使えばあ一1個だあ買えばいいんだこれを買えばいいんですねであとこっちにもある これも買えば10個手に入りますねうんさあとりあえず満足ですかねとりあえずパッシブ解放であレベルか打ってねえや じゃあちょっと育てたいと思います。